けてまいりましょう。石川県のご当地アイドルです。チャンピン。皆さんも一緒にメンバーの名前を呼んでいただけると嬉しいです。まずはチャンピン。はい、いつも元気なチャンピンのはつらつ元気娘、足立千里です。今日はチューリップに囲まれてテンション上げて頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。せーの、チーム。はい、ラブリーボイスであなたの心をロックオン。ジャンピン内ではちょっぴり特別ですが、よろしい？ちょっぴりだよ。結構ね、結構特別ですよね。結構の間違いです。結構特別キャラです。よろしくお願いします。せーの、ナスト。ありがとうございます。ジャンピン。嘘のことでも何でも本当のように信じてしまうジャンピーのピュアガール宮城しももかです。私の笑顔でみんなを元気にします。よろしくお願いします。せーの、みやもー。ありがとうございます。ジャンピー。ジャンピーのスイートガール高畑ナナです。ナナはスイーツが大好きです。この本番前に美味しい美味しいクレープをいただきました。今日も皆さんとチューリップを甘いオーラで包んじゃいます。ちょっぴり天然だけどよろしくお願いします。せーの、ナナ。ジャンピン。ジャンピンのエンジェルガール今垣梨花です。歌とダンスをラブリーに踊ってキュートに決めたいと思います。よろしくお願いします。せーの、リガー。ありがとうございます。ジャンピン。身長の高さはスカイツリーではなくて、せーの、チューリップタワーの海。近くたまりんです。遠くまで見渡せるこの海で皆さんの笑顔を見守っています。よろしくお願いします。せーの、マリー。はい、私たちジャンピンは何回か富山に来させていただいているんですが、初めてジャンピン見たよって方どのくらいいらっしゃいますか？はい、たくさんいらっしゃいますね。で、そもそもなんですけど、ジャンピンの存在知ってましたか？ジャンピン知らなかったって人。何か手挙げてくれてます。知らなかった。ジャンピン知らなかった。知らなかった人。私たちは石川県。石川県をなんていうんだろう、拠点、基本拠点として活動させていただいているんですが、今日は初めましての方がたくさんいらっしゃるので、初めましての方にも楽しんでいただける盛り上がったステージにしていきたいと思いますので、皆さんぜひ最後まで盛り上がっていきましょう。イエーイ。それでは最初の曲聴いてください。ジャンピンラララパノラマ。Go!
フェアに呼んでいただいたんですけど、もうねチューリップが綺麗でね、ステージの前にもたくさん、ね、チューリップが囲まれて踊ってるってなんか気持ちが ねそうね、このチューリップフェア、チューリップ公園には、チューリップ公園じゃないや、都並チューリップ公園にはたくさんのチューリップのスポットがいっぱいの、いろんな場所があるんですけど、そうですね、来るところ、来る途中にも、うん、たくさんいろんなところがありました、うん、みんな気になるとこありましたか、どっか。はーい、はいはい、じゃあ誰にしよう、はい、じゃあリオ、どこ。リオが気になったのは、あっち側にあるあの白いチューリップだけで作られたハート型の、あれこれだった、ね、それでそこがそこと一緒に写真撮りたいなって思いました。いい、ね、すごい可愛かったよね、真っ白で、すごく可愛かったよね、撮るよ。じゃあ他誰かない？はい、そのためにカメラを買った。じゃあマリン。はい、私はさっき自己紹介でも言ったんですけど、やっぱりちょっと高いものにちょっと目がいっちゃうんですよ、身長高いからね、マリンタワーだからね。だからちょっと向こうにありますけど、チューリップタワー、ちょっと木がね、ちょっと木がちょっと見えない、チューリップタワーがもう、チューリップタワーマリンタワーはね、チューリップタワーが今気になってるので、チューリップタワーとマリンタワーどっちが高いの？え、それは私でしょ。え、いや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 、見てください、あの高さこれはちょっとね、あの見ていただければわかります。いや、見ない、あ、見ない、はい、はい、でもあのタワーから見る景色も多分すごいんだろうね、はい、うん、はい、見てみたい、見てみたい、見てみたいね、上から。じゃあ他ある人？はい、はい、はい、じゃあリカの。はい、私は愛のパワースポット花壇です。おー、愛のパワー、パワーなんかロマンチック。で、大好きな子と一緒にアイアイカさんの写真を撮りたいです。いいなー、あれだよね、チューリップでアイアイカさんがね、の感じになってるんだよね。リカの、リカの、ちなみに誰ですか、大好きな人って。ナナちゃんです。ナナか、負けたね、ナナに負けたね、負けたね、みんな負けてしまったね。じゃあナナちゃんとラブラブで撮ってきてください、写真を今もうやっちゃって、今じゃないよ、ハート。そして後ろにもね、ちょっとそうね、チューリップさん、チューリップちゃんが、チューリップちゃん、ハクさんが来てくれて、チューリップとリップちゃん。そうなの？そう、さっきね、あのビエドローシェさんの時にも、はい、完璧、振り付け本当完璧で、そう、振り付けを完璧に踊っててすごいなと思って、今ね、ジャンピン踊ってた時も少し踊って、そう、くれてたんで、ね、そう、じゃあ次の曲も踊ってくださいお願いします、ね、皆さんもね、分かる曲とかあったらぜひ皆さんも一緒に参加して踊ってください。はい、やっぱりチューリップを見てると自然と笑顔になりますよ ね。はい、ということで今日のスマイル方程式をリカのお願いします。はい、今日のリカのスマイル方程式は、チューリップに囲まれたステージプラス皆さんの応援でスマイルになります。それでは聞いてください、せーの、スマイル方程式。Yeah.
はい、それでは続いて聞いてください。乃木坂46さんで君の名は希望。シートも置いてありましたけど、はい、そしてこの衣装は私たちその北陸新幹線をイメージした衣装なんです。はい、はい、これもう普通にどっからどう見ても新幹線、ね、新幹線をイメージしてます、ね、今回の北陸新幹線は3色使われていて、はい、白、青、銅色のこのトリコロールカラーなんですよ。はい、で私たちの衣装もそのトリコロールカラーに合わせて作っております。白は品ある、白ですね。はい、そしてこの青色は青空、はい、広がる北陸の青空をイメージした、はい、青色。そしてこのピンクは、石川県のね、伝統的な伝統的な銅、はい、がイメージ。はい、私たちの衣装はピンクなんですけど、
本当の北陸新幹線では五島色が使われています。はい、はい、そして今ではもう運行している箇所もあるんですね。そうです、一部運行されてますね。はい、その運行されてるとこはどこだ。残念、マリ。はい、あ、さ、まあ、はい、まあ、車両は浅間ですよね。車両は浅間ですよね。はい、その今一部もう運行されているどこからどこまででしょうか。あ、また私ね。そうだよ。はい、東京から長野です。はい、そうですね。はい、今もう現在では東京から長野まで浅間という車両がもう運行が開始されてます。はい、早いよね。早いですよ。早い、もう、そうです。だってもう北陸新幹線が石川県に来るまでもう1年も切ってますからね。早いですね。早いです。楽しみ、はい、その新幹線のね、はい、車両じゃない、そのシートが今回3種類ありまして、はい、って、はい、でそれ1つ目が私たちが一般に乗れるような、乗れるような、はい、違う、一般的に知られてる、知られている一般車両、普通車です。普通車、そう、普通車、普通車、何を言ってんだ。普通車。そして、はい、一つランクが上がってグリーン車、はい、そしてそちらに展示されているグランクラスです。はい、グランクラスは定員18名。そう、知ってた、ね、ジャンピンさ、今3期生が入ってくるじゃないですか、うん、そしたら18人だからジャンピンでグランクラスを貸し切れるんです。おお、すごいけど、そんなお金が、そんなお金があればの話ですけど、ジャンピンでグランクラスを貸し切れる。うちお金持ってないんで、そう、じゃあ皆さんいずれはね、全員で乗ってみたいです、みんなでね、はい、でもうでグランクラスも乗れるので皆さん、はい、乗ったよって方いますか。乗ったよっていうか、そこの体験行ったよって方いらっしゃいますか。はい、あれ、ちなみに何かポツリポツリと言いますね。どうですか、いい感じでしたか。いい感じですよね、やっぱり。いい感じ、いい感じでした。私たちがそこ美術館の前通った時もすごい列が並んでたので、そうだね。でジャンピングもまだ乗った人が誰もいない、ほとんどいないよね。はい、なのでみんなで乗ってみたいなって思ってます。はい、はい、乗りたい。はい、これでちょっと北陸新幹線のことが分かっていただけたでしょうか。分かった人、はい、ありがとうございます。はい、良かったです。はい、ということで次の曲に行きましょう。次の曲は北陸新幹線開業応援ソングです。この曲は遠かった距離が近くなることで新しい世界が広がっていく、ワクワクやドキドキがたくさん詰まったキラキラソングになっています。それでは聴いてください。せーの、ビュー。
チューリップに囲まれて私たちもすごく楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、そしてのこのライブ後ですね、私たちジャンピンのライブ後ではないんですが、はい、ライブ後にまたちょっとだけ物販をさせていただくので、はい、よかったらぜひ遊びに来てください。この後も他のたくさんのアイドルさんのステージを最後まで楽しんでいてくださいね。